ヘルマン・マイヤーはオーストリア出身のアルペンスキー選手。高速系の種目を得意とし、とりわけスーパー大回転では長年無敵を誇った。スキーは長らくアトミックを使用してきたが、2008シーズンからヘッドを使用することが決定した。大転倒や交通事故をも乗り越えて滑り続けた藤見ぶりや、 ファーストネームヘルマンと映画ターミネーターをもじって付けられたハーミネーターというニックネームで知られる。弟のアレクサンダー・マイヤーはスノーボード選手。若い頃は夏はレンガ職人。冬は父が経営するスキー学校の教師として働いていた。1996年に24歳でワールドカップにデビュー。1998年長野オリンピックの格好の 競技中に強風に煽られて、バランスを崩しコースを大きく外れ転倒する。滑走で、時速時速 100km の速度で防護ネットを、突き破って 50m 近く転げ落ちた末にようやく、止まり、病院に運ばれた。幸い大事には至らなかったと報道されていたが、この転倒で両膝に打撲と左肩を脱臼する、大怪我を負った。大事を取って、直後に予定されていた複合を危険。 しかしこの大クラッシュのわずか3日後にスーパー大回転に出場し金メダルを獲得。さらに大回転でも金メダルを獲得したため多くのファンに不死身というイメージを植え付けた。1999年から2000年シーズンにはシーズン序盤から圧倒的な強さを見せアルペン W 杯史上初の2000点の大台に到達して個人総合優勝に輝いたほか格好 スーパー大回転、大回転でも種目別優勝を果たして1967年のジャンクロードキリー以来の4冠を達成、翌シーズンもこの4つのタイトルを獲得している。2001年8月24日、バイクで自宅に向かう途中、道を横切ろうとした車を避けようとして横転し、バイクごと溝に転落、右肩体骨開放性複雑骨折の重傷を負った。ヘリコプターで、 ザルツブルクの救急病院に運ばれ7時間に及ぶ手術を受けた。右足切断も危惧されたが、その後驚異的な回復を見せ、選手生命の危機を乗り越え奇跡的に復活した。2002年ソルトレイクシティオリンピックは欠場したが、2006年トリノオリンピックでは、スーパー大回転で銀メダル、大回転で銅メダルを獲得した。 ワールドカップではしばらく優勝から遠ざかっていたが、2008年、カナダ、レイクルイーズでのスーパー大回転で優勝。3シーズンぶりの勝利だった。2009年10月13日、記者会見にて引退を表明した。ワールドカップにおいて、格好で15勝、スーパー大回転で24勝、大回転で14勝、アルペン複合で1勝の合計54勝を挙げている。 これは2020シーズン終了時点で、インゲマルシテンマルクの86勝、マルセル・ヒルシャーの67勝に次いで、歴代3位だが、格好で1勝以上を挙げた選手としては、歴代1位であり、また高速系をメインとする選手としては2位のピルミン、ツルブリッケン24勝もの大差をつけている。ありがとうございます。